はい、皆さん、こんにちは。緩和委員長です。ワクチンって本当に,本当に大丈夫水銀とかアルミニウムとか海面活性剤が入っていて危険なんじゃないか。今日はその話について皆さんにお伝えしたいと思います。このチャンネルは最新の医療健康情報を正しく皆さんにお伝えすることを特徴としております。間違った情報ものすごいたくさん広まってますけれども、 このチャンネルでは一貫して根拠をもとに正しい情報を皆さんにお伝えしていますので、よろしかったらチャンネル登録をお願いします。さて、このワクチンの話なんですが、新型コロナこと C に関しても、なかなか既存の薬が効かないということが言われてるんですね。抗ウイルス薬などの治療薬があまり効かないということが残念ながら分かってきています。その中で今、注目を浴びてるのがワクチンなんですよね。 ワクチンもいろんな種類があります。そのような話、最近出てきてるので、いろいろ紹介してるんですが、そうするとコメント欄に出てきたのが、先生、ワクチン、本当に大丈夫なんですかという声なんですね。水銀が入ってるとか、アルミニウムが入ってるとか、海面活性剤が入ってるというような話を聞いたことがあって、ご不安なんですね。ただそれとは別に、ワクチンあまり好きじゃない方がいらっしゃることは存じています。そのため、 これは別に嫌いなものを好きになってというわけじゃないんですが、ただ分かっていることというのはしっかり伝えておく必要があると思いますので、科学としてどこら辺まで分かっているのかということを皆さんにお伝えしたいと思います。それで結論から参りますけれども、ワクチンは、はい、大丈夫なんですよね。いや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 、水銀とか、 アルミニウムとか海面活性剤効くだけで体に悪そうですよね。本当に大丈夫なのかというのをそれぞれ検証していきたいと思います。ではまず、水銀。はい。水銀なんですけども、水俣病などで問題になった水銀はメチル水銀っていうんですね。一方でワクチンに添加されているチメロサールというものがあるんですけども、 チメロサールはエチル水銀というのを住んでるんですね。メチルとエチルなので、1文字しか違いませんが、エチルアルコールとメチルアルコールが結構違うのと同様、メチル水銀とエチル水銀も結構違います。メチル水銀は蓄積して水俣病などを起こしてくることが問題になるわけですね。一方で、エチル水銀、これは体内には長い時間留まらないとされています。 しかもですね、使われるワクチンが減っていってるんですね。これまた概要欄にもリンク貼っておきますけれども、チメロサールが入っていないワクチンも結構あります。インフルエンザワクチンなどのように入ってるものもあるんですけども、ただお伝えしたようにエチル水銀が体に何らかの害を及ぼすということに関して確たる証拠はないんですね。いやいや先生待ってください。 チメロサールといえば自閉症と関係あるんじゃないですかと、ちょっといろいろお話をしている方はおっしゃるかもしれません。そうです。一時期、このチメロサールと自閉症が関係があるんじゃないかという説が流れたんですね。ただそれに関しては、随分いろいろと検証されて、現在ではこのチメロサールと自閉症の関係はないということがわかっています。例えば、こちらのようなものですね。 このように丹念に検証を重ねて様々な研究がなされていてその積み重ねとして自閉症とチメロサールの関係はないということが分かっていますというわけでチメロサールというのはエチル水銀というのを含んでるんですがこのエチル水銀はメチル水銀と違って蓄積性が弱いということや明らかな害を及ぼすことが分かっていないそしてまた使われるワクチンも減っているそしてさらに自閉症を起こすこともない ということが今分かっていることですので、まずチメロサールが入っているということで、心配する必要はないと思いますね。では次の検証に参りましょう。次はアルミニウムですね。アル,アルミニウム。もう見るからに金属っぽい名前ですね。まあ金属なわけですけどもね。アルミニウムなんて聞くと、防気サイトなんてね、昔ありましたけれども、なんかそういう昔の授業を思い出しますけどもね。 さあ、このアルミニウム。確かに入ってるんですね。すねアジュバントとして入っています。これはワクチンの効果を強めるために入ってるんですね。さあ、そんな金属が入っていて大丈夫なんでしょうかというところなんですが、例えば B 型肝炎とか、あと HPV ワクチンですね。子宮頸眼ワクチンなんて言われてますけど、こういったワクチン。 あと、肺炎球菌ワクチンなどもありますが、こういったものにはアルミニウムが入ってるわけですね。ワクチンごとにちょっとずつ違って、例えば肺炎球菌ワクチンだと 0.125mg ぐらいですけども、B 型肝炎ワクチンやヒトパピローマウイルスワクチンなどは 0.5mg なんですね。いやー、そんなアルミニウム、ミリグラムとはいえ、入っていて大丈夫なんでしょうか大丈夫なんですね。 皆さん、あの、私たち食事するじゃないですか。一日に食事の中にアルミニウム入ってると思いますか入ってるんですよね。一日の食事に含まれるアルミニウムの量はなんと7ラムです。すなわち、一日に接種するワクチンよりずっと多い量を食べてしまってるわけなんですよね。というわけで、実は、 アルミニウムは普通に我々が摂取しているものなのでワクチンにだけ含まれているものではありませんどういったものに入ってるかというとこれ結構たくさんあるんですね果物野菜ビールやワイン調味料小麦粉シリアルナッツ乳製品粉ミルク蜂蜜などたくさん入ってるんですねしかも母乳だと半年で 7mg なんですが 人工乳だとどれぐらいかというと、実に 38mg 入っているんですね。ワクチンのアルミニウムの量は0.125とか 0.5mg ですから、いかに大きいか分かってもらえると思います。しかしそれで人工乳や母乳によって健康被害を生じたという話はありませんよね。アルミニウムが含まれていて何か起きたという話、皆さん聞いたことないと思います。はい。ということなんですね。というわけで、 アルミニウムがこれだけの量を含まれていても、これが体に害をなすということに関してはっきりとした証拠はないということになります。先ほどのチメロサールに関してはどんどん他のものに置き換えていくような傾向もあるということをお伝えしましたが、アジバントは必要なようなんですね。いろいろな種類があるみたいなんですが、こちらのアルミニウムに関しては今後も継続して使われる予定であるようですね。ただし先ほどもお伝えしたように、普段毎日取ってる量でも結構取ってますから、 そういったものに関して特段多いわけじゃないですし、アルミニウム的と、うわぁ、そんな金属取ってと思うかもしれませんが、もともと取ってるということですね。というわけで、あまり大きな心配はないと考えられます。では最後に、海面活性剤ですね。海面活性剤、まあ、石鹸とかみたいですけどもね。なこんなものまでワクチンに入れて大丈夫なのかと皆さんご不安になるかもしれませんね。さあ、海面活性剤大丈夫なんでしょうか というところなんですけども大丈夫なんですね例えばインフルエンザワクチンなどにはポリソルベート80というものが入っているようなんですね名前からして化学薬品っぽくてなんかちょっと危険な匂いがね漂いますけどもねこのポリソルベート80というのが界面活性剤なんですねいやそんなものを入れて大丈夫なのかというんですけども先ほどアルミニウムの時に食品にも含まれているなんて言ったじゃないですかポリソルベート80 実は使われてるのはワクチンだけじゃないんですね。なんと、皆さんお好きですか私も好きですけどね。アイスクリームにも入ってるんですね。乳化剤として使われています。他にも石鹸や化粧品、点眼薬などにも使われているというんですね。日常でよく使われているものです。ただもちろんこれも乳化剤本当にいいのかどうかっていうことを最近言われています。食品だとやはり毎日とか継続的に摂取するものですからね。 そうするとやはり心配になりますが、ワクチンというのはそんな回数打ちませんよね。そのため、結果的には食品などの量の方が先ほどのアルミニウムと同じように多いということがあり得るわけですよね。そして、乳化剤といっても他のものにも使われるほどのものですから、この海面活性剤がとりわけ危険ということにはならないと考えます。はい。というわけで、水銀。 アルミニウム、海面活性剤。こんな風に聞いてしまうとすごいびっくりするじゃないですか。そうなんですよね。このワクチンというのをことさらに貶めるような方というのは、ここをやっぱり強調してくるんですね。やはり人っていうのは、ちょっとこう、化学物質みたいなものを、ちょっと嫌だったりするじゃないですか。なので、水銀とか、アルミニウムだとか、海面活性剤なんて言われると、ああ、ちょっと嫌な気持ちになるというのを使って、 これはいけないんだよっていうことを、すごくことさらに主張してきたりするわけですね。ただ、これまでお伝えしてきたように、水にといっても有害性が低いものを使っていたり、そもそもアルミニウムや界面活性剤というのは、他のものにも入っているわけなんですね。そして、そういったところからの摂取の方がより多かったりもするので、ワクチンだけが特別にこれらの物質を使っているというわけじゃないんですよね。そこをしっかり理解しておくということが重要だと思いますね。 そうは言っても、ワクチンやっぱり好き嫌いあると思いますので、嫌いという人に本当にもう好きになってくださいとは言いませんから、ただやはり、こういうのが一つ、ちゃんとした事実として知られていることなので、このような正しい情報をもとにいろいろ判断していただけるといいと思います。最後に、コメント欄で先生、C のワクチン出たら打ちますかっていうふうに聞いてこられた方いるんですけどね、もちろんですね、副作用が、 メリットを上回ってはいけないわけですよね。メリットが副作用を上回ることを確認して市場に出てくるわけですけどもね。もちろんそのためメリットがデメリットより上回るようだったら迷いなく打ちますよね。というのはやはり今なかなか C を退ける良い,い材料というのがあまりないわけですからね。そのため私はもちろん有効性がある C のワクチン出たら打とうと思います。そして私も医療者なので 皆さんご存知かもしれませんけど、医療者は感染予防のために現場に出る前に B 型肝炎ワクチンなどを接種するんですね。そういうわけで私も学生の時こういうものを打ちました。感染によって本来予防できる病気になってしまって、それで障害が残ったりとか、命に影響が及んでしまってはいけないわけですからね。どうしても一定の確率で重大な反応が出てしまう方はいるんですけども、それでもただ、やはり個人としてもメリットの方が上回る確率というのは非常に高いと思いますので、 そういったワクチンは積極的に打つべきだと私は考えます。これからはインフルエンザワクチンなどと並んで C のワクチンを打つような日が間近に迫っているのかもしれませんよね。なかなか本当に難儀ですけれどもね。ただ少しずつこういったワクチンの方向でも開発のニュースが流れてきてますので、有効なワクチンが出てくることを願いながら、今はまた粛々とですね、対策に努めてまいりましょう。 これからもこのような正しい医療情報を皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。